皆さんこんにちは、キコです。今日はお悩み相談室のコーナーです。本日もいただいたお悩みにお答えしていこうと思います。お悩みは現在オンラインサロンの方で募集させていただいております。9月からですね、新しいオンラインサロンプラネットが始まります。月額999円のサロンなんですけども、こちらが8月の8日から募集開始となっておりまして、オープン前にお申し込みいただいた方にたくさん、豪華特典をご用意しておりますので、ご興味のある方はぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。それでは、早速いただいたご質問にお答えしていこうと思います。本日はニックネームみほさんです。こんばんは。今回初めてご質問させていただきます。私は友達などから愚痴や相談事を持ち込まれた時、その子はただ聞いてほしいだけだったとしても、私が何とかしてあげなきゃと思ってしまいます。周りの人からも尽くしすぎ、丸々してあげなきゃって思いすぎ、もっと気楽に考えていいし、聞いてるだけですごく助かるんだよと言ってもらえるんですが、なかなかその癖が抜けずにいます。人の役に立つのは好きなので、今まではそれでいいかと思っていたのですが、最近悩み事などの相談に乗るとメンタルが憂鬱になる。体、特に肩から首が硬くなってしまって、体調が悪くなるようになってきて困っています。どうしたらこのブロックを外すことができるでしょうか？アドバイスをお願いします。ということです。はい、みほさんご質問ありがとうございます。それでは早速お答えします。はい、私もね、こういった職業柄、カウンセラーをしておりますので、やっぱり人のお悩みを聞くのが好きだったりとか、お答えするのも好きなんですけど、やっぱりね、それを自己犠牲をもとにやってしまうと、とかあとはこの人をなんとか変えてあげなきゃとか救ってあげなきゃみたいな気持ちでやっていると限界が来てしまうんですね。なので私もかなり迷走した時期がありました。もともと職業関係なく、こう友達の悩みを聞いたりとか人の相談に乗るのすごく好きだなと思ってやっていたんですけど、こうカウンセラーになるっていう、私はね、こう仕事にするっていうきっかけを機に、いろいろ本当に考えさせられることがあったんですよね。でやっぱりこうお仕事にしてるとね、こうじゃあどこからお金をいただこうかとか、どこからがお仕事でどこからが趣味なんだろうみたいな線引きとかをいろいろ考えることがあったので、こういったこともね、すごく考えるきっかけがあったんですけど、お仕事にされてない場合だったりすると、余計にちょっと難しかったり、あとはこれってやっぱりこう聞くのが本当に好きだったり、答えるのが好きとかっていうのがありつつ、だけど、気分が一緒に下がってしまうとか、体に出てしまうっていうことあると思うんですね。特にこの私のチャンネルをご覧いただいている視聴者さんってすごく優しい方が多くて、あとは潜在意識とか心理学とかスピリチュアルとかすごく勉強されているので、こう人に相談されたりとか、人の相談に乗ってあげたいなって思う方がすごく多いと思うんですね。なので、こういったお悩みを抱えていらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、今日は、皆さんに向けてお答えしたいと思います。はい、まずですね、こう私自身も答えすぎてしまっていて、自己犠牲が発生していた時期があったので、そういったところからね、お話ししたいなと思うんですけど、その自己犠牲をしているつもりじゃなかったとしても、一緒にこう気分が下がってしまったりとか、特にみほさんの場合は体に来ているっていうことなので、もうこれは立派な自己犠牲になってしまっています。これをねやるとね、どうなるかっていうと、まず、こちら側が無理して聞いている時に、相手に全然メリットがないっていうことなんですよね。こっちの波動が結局こう伝わるので、こう相談って特にエネルギー交換なんですよね。だからこちらがね、ちょっと無理して答えてたりとか、いやいや答えてたりとか、いやいやじゃなかったとしても、しんどいなって思いながら答えてても、同じ負のループに入ってしまうというか、どっちみちこう低い波動の人同士が話してても、いい解決策って浮かばないんですよ。だからね、まずやめた方がいいっていうことで、あと私がこういう風になってしまっていた時に、どういう考え方をしてそこを脱出したかっていうことなんですけど、みほさんご自身も、もう体に来ていて、こういうのなんかやめたいな、やめなきゃいけないじゃないかなっていうふうに分かってらっしゃるっていうふうに感じたので、それダメですよって言われたところでっていうことだと思うんです。じゃあどうしたらいいのっていうことなんですけど、これはね、ブロックを外すというよりかは、思い込みをこう書き換えてあげる、入れ替えてあげるみたいなのがいいんじゃないかなというふうに思うんですけど、視点をね変えるんですよ。どういうふうに変えるかっていうと、この状態、自己犠牲を
をしてまで誰かを救ってあげなきゃとか、誰かを解決してこう助けてあげたいみたいな気持ちがある時って、やっぱりすごく他人軸になっているんですね。人に尽くす癖がもともと終わりなんだと思います。だから自分の喜びよりも誰かの喜びとか、ありがとうって言われることとかにすごく価値を感じてらっしゃる方だと思うんですね。でそれ自体が悪いわけではないんだけども、ここまで来ると、要は体に反応が来ていたりとか、自分自身の気分が下がるっていう風に心に反応が出ているっていうことは、さすがに人にばっかり尽くしてないで、人のことばっかり考えてないで、私にも尽くしてよ、私のこと考えてよって自分の魂が怒っている状態です。まあ、怒っている、もしくは悲しんでいる状態なんですよね。まずね、この状態を理解してあげてほしいんですよ。自分の体に来る、自分の気分が下がるっていうのは、相手のせいというよりかは、相手がねどんよりしているからとかだけではなくって、自分自身の魂がもうやめてよって言ってるっていうことなんですよね。そのことについてどう思われますか？自分自身の魂をすごい傷つけてまでこれをやっているっていうことを自覚を持った時にどう感じますかっていうことなんですね。私はね、やっぱりすごく自分に全然目を向けてあげられなくて本当にごめんねっていう気持ちになりました。だからね、まず一点、この視点でこの出来事を捉えてみてほしいんですよね。そして二つ目なんですけど、やっぱりまだこの尽くしたいっていう、尽くすのが好きっていう気持ちがある時って、それを否定はしてないんですけど、やっぱり他人軸の考え方に偏っている時なんですね。で、この自分軸、他人軸っていう言葉をよく聞くと思うんですけど、他人軸が悪で自分軸がいいものっていうわけではなくて、バランスが大事っていうことなんですよね。だから尽くすことが悪いことではないけども、他人軸に寄りすぎているっていうのが今の美穂さんの状況だと思うんですね。ということは、ちょっとバランスを戻してあげた方がいいっていうことなんですよ。ただこの他人軸バリバリの時、私も本当にその経験がありますし、今でもね、やっぱり他人軸がゼロではないので、他人軸で考えてしまう時に自分軸にしていく、しかもそれがこう悩んでる人がいるのに答えませんよとか、知りませんみたいなことを言うのって、すごくこうひどいことをしてるんじゃないかなとか、罪悪感が湧いてきちゃうんじゃないかと思うんですよ。だからやっぱり相手のためにこれは答えてあげたいっていう気持ちが自然とどうしても出てきちゃうと思うんですね。だからこの湧いてくる気持ちにダメってしてもしょうがないので、ダメってしたところで湧いてくるんで、じゃあそこを逆手に取ろうということなんですよ。こう他人軸を無理やり自分軸にするんではなくて、他人軸を逆手に取って、この状況を本当にこれは相手のためになっているんだろうかって考えてみてほしいんですね。でそう考えた時に、美穂さんがね、ご質問文の中でも、その子はただ聞いてほしいだけだったとしても、私が何とかしてあげなきゃと思ってしまいますっていう風にあったんですけど、ただもしその子は本当にね聞いてほしいだけだったとして、その子の気持ちに本当になりきってみてください。だから究極の他人軸を発揮してみてください。多分ね、人の気持ちになって考えるっていうのは、他人軸ができている方にはすごく得意なことだと思うので、考えてみてほしいんですよ。めちゃくちゃもう悩んでいるんだけど、もう答えは自分の中にあります、ただ聞いてほしいだけの、ただ慰めてほしいの、アドバイスなんていらないんだってその子が思ってるとしますよね。なりきってみてほしいんですけど、そこですごいアドバイスを言ってくる、すごい解決させようとしてくる、いやいや求めてないんだけどってなっていたら、その子にとってどうなんでしょうかっていう話なんですよ。だからここはね、他人軸を利用して、その相手の立場になりきってほしいんですね。要はその相手が求めているかどうかを考えずに、こちらが助けてあげた方がいいに決まっているとか、解決させてあげた方がいいに決まっているっていう風に動いてしまう時っていうのは、ある意味中途半端な他人軸なんですよ。本当の意味での他人軸に慣れてないわけですね。だからもっと他人軸になってみてください。そしたら、あ、求められてない、あ、ひどいことをしてたのかもしれない、いや私迷惑なことしてたのって衝撃を受けると思います。ガーンってなります。私もこれは自分が良かれと思ってたことがこんなに相手にとっては迷惑だったんだっていうふうに、すごいショックなんですよね。ショックなんですけど、そこまでしてショックを自分に与えてあげないと目が覚めないんですよ。答えてあげることがいいに決まっている、相談に乗ってあげて救うことがいいに決まっているって、もうそこから目が覚めないんですね。だからあえて自分にショックを与えるっていう、もうショック療法だと思ってください。相手は求めていない、なんなら迷惑かもしれない、嫌がってるかもしれないっていう視点を、本当に他人軸になりきってそこまで感じてみてください。どうします？それでも答えますかっていうことなんですよ。
で、これ本当に私自身にやってきたことなんですけど、それでも答えたいって、相手が迷惑だって思ってたとしても答えたいのって自分に聞いたんですよね。絶対にノーだったんですよ。いやいや、そんなことしたくないって思ったんです。あ、じゃあこれはやっぱりこの答えてあげなきゃっていうのはただの私のエゴだったなって、答えてあげて解決することで私がなんか人の役に立ってる感じを味わいたかっただけだとか、自分自身がなんかそれで自分の価値を確かめてただけだったなっていうことに気づいた、まあ、気づいたというかそれを認めたっていう感じですね。すごく認めたくなかったんですけど、うわエゴじゃんって、なんならこの悩んでる人を自分のエゴのため、自分の価値を確かめるみたいなことのために利用してしまったのは、なんてひどいことをしたんだろうって思ったんですよね。そう、これは荒療治というかかもしれないんですけども、どうしてもやめたいのにやめられないとか、頭ではここまでしなくていいのにとかって思っている時にちょっと有効な手なんで、ちょっとね荒っぽいんだけど、あえて自分をこうやって言ってみる、それ迷惑かもしれないよみたいな、こうちょっと自分にショックを与えるっていうね、もう一人の自分を登場させてそれをやるっていうことです。そうだって、ここまでしないと多分ね、本当そのね、目が覚めないんですよ。良かれと思っていることをそのままやり続けてしまうんですね。特にね、あとこういう時って周りの人がね、尽くしすぎだよとか、もっと気楽でいいよとか、聞いてるだけでいいよって言ってることが思い込んじゃって、目が覚めてない時にそれを言われても、なんかこうなんかいいものなんだけど、そうやって言ってくれてるみたいに聞こえると思うんですよ。めっちゃありがたいんだけど、本当そこまでしてくれなくてもいいよ、申し訳ないからっていうニュアンスに聞こえてるんですよね、目が覚めてない時って。でもそれって実は相手は、いや本当にマジで迷惑だからやめてって言ってるだけのことって結構あるんですよ。本当におせっかいです、本当にありがた迷惑ですって思ってるのをオブラートに包んで、あ、そこまでしてくれなくていいよって、大変でしょって言ってくれてるだけのことって結構あって、これ私自分に言ってるんですけど、きつくないですか、この現実を受け入れるのって。なんでね、これがやめられないか、分かっているのに答えてしまうかって言ったら、多分ねこの現実をね受け入れたくないからだと思います。究極言ってしまうと、掘り下げていくと、だからちょっとね、本当ね、目を覚ますしかないその良かれと思ってやっていることが本当にいいことなのかっていうのをね、もうだって認めたくないですよ、良かれと思ってずっとやってきたのに、自己犠牲してまでやってきたのに思いたくないじゃないですか。だけどそれを受け入れるっていうことがすっごい大事なんです。で、受け入れた上で、受け入れて相手にとっては迷惑かもしれないという視点を持った上で、それでもやりたかったらやればいいです。そう、それでもやりたかったら、それでもやりたい時っていうのはどういう気持ちでやるかっていうと、相手に迷惑だ、嫌だって、もういらないよって思われたとしても、私にとってはこれが愛情だから、だとしても私はやります、その上で嫌われても大丈夫ですっていう覚悟を持ってやる、ここまで思ってやるっていうのが本当の愛情だと思います。そうじゃなくて、受け取ってよみたいな、私がこんな風に言ってるんだから解決したいよねみたいな圧がある時、これはね自分のためにやってるんですよ、自分のエゴなんですよ。だからね、これを手放して嫌われてもいい覚悟で言う、もしくは迷惑かもしれないから聞かれるまでは言わないことが優しさだな、これが愛だなってするか、どっちかを選んでアドバイスをするかしないか、自分の中で選べるようになる人になった時、初めて本当に必要なアドバイスができると思うんですね。もう自分のエゴでやってしまっている時って、本当にこう実は知らないうちに押し付けがましくなってしまっていたりとか、良かれと思っていることが全然いいように捉えてもらえてないことってあるので、それってお互いにとって不幸だと思うんですよね。もう誰も幸せじゃないと思うので、この視点を持ってね、やってみてほしいなと思います。で、そうやってやっていくと、相手に感謝されるされない関係なく悩みに答えるっていうことがただただ好きだと思ったら、カウンセラーさんとかやったらいいと思うんですよ。私はそういう風にして、あ、じゃあ私はカウンセラーだなってなったんです。もうただただ答えるの好きだっていうことに気づいたんですよ。まあ、感謝されたらもっと嬉しいんだけど、感謝されるされないを外したとしても、私はやっぱり人がどういうことで悩むんだろうかとか、どういうふうに潜在意識で何が起こったらそういう問題が出ちゃうんだろうかとかっていうのを知っ
って考えることがすごい好きだっていうことに気づいたので、だからこそ私はカウンセラーを続けられていると思うんですね。解決してあげなきゃとか、私が言ったアドバイス絶対聞いてねっていう気持ちでやるとカウンセラーもやっぱりできないんですよ。だからこれって結局カウンセラーとしてやらない人にしても、その気持ちでやっていると自分がしんどくなっちゃうんですね。だからこういうふうに知らないうちに自己犠牲になっていって自分自身が心を蝕まれてしまったり体に出てしまったりするので、お悩みに答えるとか人に尽くすって素晴らしいことなんですけど、本当に素晴らしいことなんですけど、それを間違った使い方をしてしまうと相手も自分も不幸になってしまうんですね。でその間違いっていうのがすごく分かりづらくて、本当に些細なズレとか本当に些細な思い込みから幸せになるはずのものが不幸になってしまうっていう事態を招いてしまうので、ぜひねこの視点を持ってご自身に一回ね問いかけをしてみてもらいたいなと思います。その上で本当にこう答えてあげたりとか尽くしたりっていうことがフラットな状態で自分のエゴではなくできるようになった時に、本当に本当にそれはさらに価値のあるものになっていくと思うので、そんな風にねちょっと一度考えてみてはいかがでしょうかということです。はい、というわけで本日はこれにて解決。美穂さん、ご質問いただきましてありがとうございました。はい、というわけでですね、今日の動画はここまでなんですが、この動画が参考になったよとか面白かったよという方はぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。そしてですね、最後にお知らせなんですが、現在私の LINE 公式の方ではお友達登録記念として運気の上がる待ち受けとスピリチュアル現実に生かす3つのテキストを無料でプレゼントしております。ご登録まだの方はぜひ友達追加してみてください。そしてですね、サロンの方も新しく始まりますのでぜひ楽しみにしていてください。はい、というわけで本日の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。キコでした。月額999円の新サロンプラネットが始まります。コンセプトは楽しくてためになる、あなたの隣にキコがいる、いるだけで意識革命が起きる。メンバーさんからの質問やリクエストをもとに月に4回毎回みっちり60分交流型のトークライブを開催します。ここだけでしか聞けない超有料級のあなたに気づきを起こすトークライブです。その他にもサロンメンバーさん限定のイベント特別ご招待や先行予約などたくさんの特典をご用意しています。待望の新サロンがついにお申し込みスタート。詳しくは概要欄で。皆さん、プラネットでお会いしましょう。